超有名なとこですよね。覚えてるわこの並び。うわ、多分お店は全然違うんでしょうけど、あ、同じですね。やっぱり上があるっていうのもちゃんと覚えてる。そう、ちょうどクリスマスシーズンに行ったんで。どれが有名なやつですか。あー、バストンキッチン。そうそうそう、これを上から見たのを覚えてますよ。ここ、これ写真どっかにあると思います。ここすごい、めっちゃすごい。食べましょうSprite, please. Sprite. Hi. Hello. The best shout over here, Boston shout. I have 255,000 subscribers. All right. Wow. So in this case, you're gonna send me the video. Yeah, sure. So where? In Instagram or YouTube? YouTube. YouTube. Right. So you're gonna tell them the best chowder in Boston chowder. We have over 40 years of business. All right. And when you come here, we take care of you. We have no competition in this building. Thank you. Good luck. The best kind of chowder, the best lobster in Boston. Yeah. ということで、ノリがいいですね。ぜひお越しください。クラムチャウダーズ。これロブスターなんとかって名前あるんですか。ロブスターロールです。あー、落ちちゃった。こんな味なんだ。クラムチャウダーはこの時も食べたんですけど、これは初めてだったんですよ。こんな味。全然記憶にはないですね。全く覚えてない。あー、混んでるかなー。あ、もしかしたら無理かもしれないですね。すごい人いっぱいいるかもしれないです。したら諦めない。銀行アカウントが復活できるか。あー、ちょっと無理かな。おー、すごい。これは音が完全に曲かかっちゃってる。おー、普通の。はいはいはい、そう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 、これ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 、そうそうそう、コールドスマーチってなってる、そうそうそう、こういうの、これもそう、わかる、アメリカにあるバージョン、はいはい、錦だよ錦、雪見大福ね、はいはい。メイトがしょっちゅう食ってたな。餅アイス、これ、そうそうそう
ローラが一番好きだったやつだ、これ持ちアイス、はい、ねえ、日本に来てね持ちアイスはないんかって聞かれたわ。本当だ、うわー、もやしでもこれ日本だったらね30円とかでも買えますから。うわー、そうこれもね、そうこんな感じなんですよ、陶器が。懐かしい、この懐かしさね、もうサンディエゴいた頃をめっちゃ思い出すわこれ。うわー、そうこのね、で見てるものだからって思ってたらアメリカで見てたものだったんだなっていう。こういうの、そうこういうのね、日本にはなかったわこの表記のもの、ね、英語表記。パッキーもね、そうパッキーの人気ありますからね。あ、ハイチュウあった、そう英語表記の、これハイチュウ、レンジでチンするもんね、こっちはね。食ったわ、いろんなの。これも食ったわ。まずいのいっぱい。お、こんななんだ今。そう一番、そう札幌一番ですよ。一番ってね結構使われる名前だからね。頑固一徹ってすごい名前。ハーバードですね。いや、久しぶりにやってきました。昔はもうダントツの1位と言われてたんですけどね、今はなかなかランキング1位になれないですから。これね、はい、みんなこれ銅像触るんですよ、これ。そう僕はね当時着いた時意味が分からなくて全く触れもしなかったんですけど、写真撮ったんだけどなんでなんだろうって思ってたんですよね。懐かしい、来ました、はい、これみんなやるんですよ。これですね、皆さんが触るハーバード作ったと言われる人なんですけど、確か違うんですよね、これね、デザインしたのは別の人を元に作っちゃってるんですよね。あと売ってると思います。あそこかな、なんか買ったんですよ、夏を。Please put the umbrellas. はい。ここで買った。これでホッケー。そうだ、昔優勝したよね。ファナティックス優勝したよね。これじゃないっけ、買ったの。ハーバード来て買ったの、これ。こんなデザインの買ったわ。さすがにハーバード行ってないのにこれ買うのって思ったんだよね、その時。すかし、なんか昔買ったデザインのありましたけど、なんかちっちゃかった。なんでこんなちっちゃ、いやー、ボストン、懐かしい、ボストンの地下鉄も乗りましたね、昔ね。でもすごい近代化してますわ、
変わったな。え、中行けない。そうなんですか。これで入って戻ってこれるんですか。ちょっと借りましたチケット。おお。じゃあ電車を撮影します。Arriving.